した。突然声を出して。今思い出したんだけど、オロチマルのアジトに不自然な扉があったっけ。不自然な扉だと。おう、前の時から気になってはいたんだけど、今まで忘れてたってばよ。ナルト、今からサクラとサイ、そしてヤマトを集める。次の任務を言い渡す。分かったってばよ。まずはサクラ、サイ、ヤマトを連れてこい。その後、次の任務を教えてやる。班の編成を変更。どのような支援は誰に、それでは支援は誰に任せますか。それでは支援は誰に任せますか。わかりました。そのようにし、また今度来てください。みんな集まったな。師匠、新しい任務の話ですか。そうだ。これからお前たちにはオロチマルのアジトを再操作してもらう。この鍵で開けられる扉を見つけ出す。その後扉の先の調査をして。正直その鍵で開けた先がどうなっているか全く予想がつかない。各自十分に注意して任務に当たるように。ヤマト、後の指示は頼んだぞ。はい。さて、それじゃオロチマルのアジトに向けて出発するよ。綱出様もおっしゃっていた通り、この任務は多くの不確定要素が含まれている。みんな注意するように。オス。
多分この扉だよ。あんたの持ってるその鍵でこの扉が開くっていうの？ま、やってみればわかるでしょう。ナルト。お。ナルト、早く。さ、鍵を使って扉を開けてみるんだ。あ、開いた。やっぱりこの鍵で合ってたのか。さて、それじゃこの先に向かおうか。よし、行くってばよ。
Stop!
トン。Yeah!